アンチャーテッド、砂漠に眠れるアトランティス。前から続きからプレイしていきましょう。地下にやってきたところですが、これを見ろ。なんだこれ。ビクトリア朝か、もっと古いもんだ。ビクトリア朝か。ずいぶん年季入っちゃってんな。作業台かこれ。作業台にしてはなんか作業台かな。普通になんかちょっと拷問かなって思ったけど、さすがに違うか。ここか。抜けられるかも。持てる？大丈夫それ？ガンと落ちてこない。これは動かないな。ダメだな。おい待て。あそこ何か引っかかってるみたいだ。撃ち落とせば？ダメかい？誰か上がって動かせるか確かめろ。絶対お前しかいないだろ。誰がよ。だよな。だって多分一番これできんのってネイトだよね。どっから行くんだ。ここか。違うな。どっからだ。なあちょっと待って。あここか。オッケーオッケー。上がってくるわ。よし。猿でもこんないかねえよな。もう人ならざるものだよね。よしよし。こっち側飛べる？オッケー、いいね。よし、もう少しだ。こういう短縮いいよね、楽しいよね。いける？これ。ここか。何か引っかかってるってどこの話してんだ？ん？あれ？上か？よし。オッケー。大丈夫か、それ。気をつけろよ。いける？引っ張って。あ、持ち上げんのか。行くぞ。ゆっくりな。よし。結構簡単に何度かなってそうだけど。じゃあ俺は上から行かせてもらうよ。ネズミがいるね。一体ここは何だ？知らん。今の跳躍おかしいだろう。めっちゃいるな。危なっ。よし、これ俺勝手に進んでいいのかな。いいのか。あっちはあっちでやってくれるか。援護してくれてありがとう。おい、マーローの車だ。よし、こんなとこまで来たのか。ここからは武器はなしだ。あれか。単純に。よし、己の力で戦うぜってことか。飛べるかこれ。オッケー。危ない危ない。こんだけ揺れてたらバレそうなもんだけどな。バレないのかな。よし。すごいよな。このパイプ、パイプが、パイプじゃないのかこれ。外れてるだけか。よし、ちょっとずつ降りていくよ。手を上げな。おいおい、道を間違えたんじゃないか。いや、俺は敵じゃないぜ。動くな。うん。お前が動くな。残念だったな。よくやったな、ネイト。さすがだ。ちょっと、銃拾えない。拾わせてくれよ。こっち行って。わけのわからん場所だな。こんなとこ見たことねえ。駅か何かそんな場所だな。誰もいないか。いない？200年近くは経ってない。いないなんてことある？ちんぷんかんぷんだな、おい。この奥行っていいのかな？でも本当に誰もいないな。お邪魔しますよ。音を立てずにやるぞ。ステルス攻撃するには相手が隠れている壁に近づいた時に近く。はいはい。いいぞ、ボーズ。行くぞ。こっちに違いない。ボーズはあいつだけだろ。俺はボーズじゃない。なんだこれや。すげえ石造りだ。本当だね。16世紀、チューダー様式だ。よく知ってんな。でも地下にこんなん作ってんのか。すごいよな。
こっちへ行こう。どっちへ行こう。静かにな、ネイト。はい。おい、こっちだ。どっちだ。なあ、サリー。一体奴ら何者なんだ。言い訳はやめておきなさい。あの男は危険。見くびらないことよ。しかし、いかんながら。ねえ、何がいかん？うんざりだわ。あなたのせいで全て台無しになるところだったのよ。400年間封印された謎、ついにドレイクの秘密が明らかになる。ぬか喜びに終わるんだね。あ、サイズから違うんだ。これはどういうこと？いや、そのままですよ。これは偽物。まさか。ありえません。この目で確認しています。本物のはずです。あら、そう。確かにこの手にして、奴が首にかけてた指輪は本当ですか？騙されたのよ。勝った。そうね。あなたたちは警戒を怠らずに。つけられたかもしれない。そこ、渡しときなさい。彼らを探し出して指輪を手に入れる。この発想にすぐなるのがすごいよな。もう近くにいるんだけどね。まず下のやつを片付けるか。俺にも分かるようにやってくれ。俺はこいつを片付ければいいってこと？これで飛び越えて上でから丸。あ、普通にあれなんだ。落ちるボタンを押すだけでいいんだ。はいはいはい。隠れながら移動して、うい、こんにちは。ステルス苦手なんだけどね。これ難しいよね。相当でかいな。これ何？でっかいな。何これ。なんでこのみんな X ってやってんの？ネイトもやる？やんないね。これどこだ？何調べればいいんだろうな。あんまどれを調べればいいかっていうのもわかんないしな。ん？何？え？ちょっと、止まっちゃった。戻る。見ろよこれ。でっか。うい。ネイト、集中しろ。時間がないんだぞ。そうか。これを置いていったっていうのが怪しいよな。見てんじゃないか、どっかで。だから時間。おい、なんだかわかるか。本だ。図書館なんだからたくさんある。偉そうに言うが、ただの本じゃない。T. ロレンスだぞ。アラビアのロレンスだ。わかってるさ。バイク事故を起こした日にドーセットから送られてる。35年5月13日。俺の誕生日2日前だ。奴らを奪って彼を殺したんだ。奴ら？ああ、そう、奴らだ。正体は知らないけどな。そんなくだらないデタラメよ。あれは事故だったんだ。黒い車が彼を引いたって証言もあった。お前ら。じゃあ、裏工作か？かもな。ネイト。何？お前が20年間待ち望んでたものは。そうだ。ここでやるのか。持って帰った方がいいよな。よし、行くぞ。エル、オー、エイチ、D.N. どうした？トアの謎。なんだと？トアってふざけてんのか？悪いが、あんたの先祖はとんだクソ野郎だ。黙ってろ。アナグラムだよ。ここでもアナグラムが出てくるのか。ゴールデンハインド。
ゴールデンハインド号。ドレイクの船。ああ、ヒントだ。この部屋に隠されてるものだ。広がって探してくれ。黄金の船。何を探せばいいんだ。黄金の目近だ。目近か。白星か、それか絵かもな。なんでここにあるって思うんだ。絶対にここだ。この辺か。バックランドアビーにあるかもしれねえぜ。シコ、シコ、シコ。バックランドアビーだ。わからないならいい。ドレイクの船の木材で作られたやつがある。そこかもな。アイアンメイデンまであるんだよ。そうかもしれないが。いや、絶対にここだ。シコ、シコ、シコ。シカっぽいのあるかな。これでしょ。信じられない。ここは宝の山だ。ネイト、もたもたしている暇はない。奴らが戻ってくるぞ。さっさと見つけよう。って言われてもな、もうぐるっと一周回っちゃったんだけど、なんか下に浮かび上がってるとかそういうことではない。これか、これじゃないか。さあ目近だからな。あれはないのか、角はないのか。角ないのか。角ないんだよね。どれだ。ああ、船の先端についてる鹿。うん、船の先端を探すっていうのもなんかあれかもしれないな。ヒントなのかもしれんし。剥製の作り方が下手だな俺。あの口パカ開いてんのはないだろう。こっちうまいのにな。なんだろうその差は。何この椅子。なんかないか、関係ないか。違う違う、隠れてどうする。あれ、二人とも探してるかお前ら。おい、探してんのか。わからんて。俺もわからんのだよ。サイとかはあるけど。でも鹿、鹿とか全然なくない、ここ。鹿ちゃん、鹿ちゃん、鹿ちゃん。何もない。何もないことはないのか。見当たらないな。ここ登れるか。登れるな。なんか登れそうなとこはもうなんか大体わかるようになってきたな。あ、コイン欲してないんだけどな別に。ここが絶対正解だと思ったのにな。え、ここも行けんの。自由度よ、すごいなこのゲーム。自由度と言えるかどうかはちょっと分からんけどね。何？分かった。どれ？あったぞ。あった。見つけた。どこだ？そこ、ドレイクの船の飾りだ。遠くない？これ登るんだろうな、多分こっから。こう行って、こっち行きましいの。こっち行きの。飛べるかな。飛べん、飛べんのこれ。ういまずい、罠だ。あ、やば、奴らだ、隠れろ。やばい、ちょっと待って、死ね。あ、ロッキー早く出よう。読んでる場合かよ。当たってた。アラビアに行ったんだ。おい、こっち行けよ。急げねえと、行くぞ。おい、何してんだ。日記と解読機を頼む。よし、ちょっと、行け、行け。あ、そう、たまない。どこに、どこに、どこに行けばいい。たまが足りない。おら、銃を奪え。おら、もらっとくぜ。よし、行くぞみんな。大丈夫、来てる、来てるな。行くぞ。よし、
行くぞ。めっちゃいるな。くそ、わざかいやがる。危な。わかった。ここから出るしかねえぞ。前にいるのは味方か。まっすぐ進めば出口に着くはずだ。よし。とりあえずまっすぐ行くしかないんだけど。危ない危ない。やば。よし。中級だと結構あれだね。敵は柔らかいな。まあでも普通一発当たったら死ぬよな。ちゃんと当たってたら。よし。オッケー。リロードが R1 ってのが慣れないんだよな、やっぱ。このゲーム。オッケー、いける？掴むぞ。みんな来いよ。大丈夫か？あ、やば。そこら中にいる。急げ！解放しねえ！よし。曲がってる。よし。オッケー。あと一人。一人どころじゃない。一人どころじゃない。一人どころじゃない。普通にいた。向こうにいるな。邪魔だよ。ダリちゃん。よし。やったぞ。うわ、ちょっと待って待って待って。普通にいいんじゃないか、お前。やばいやばい。ちょっと待って。危ない。サリーちゃん大丈夫か？押してるだけじゃ勝てないぞ。上のやつは？まだいいんじゃん。やば。後ろのやつも いるじゃん。倒せよ。こりゃ使える。よし、いいね。よし。結構銃の音うるさいな。リロードしてと。死んだ？死んだな。行くぞ。よし、いいね。無双じゃないですか。よし、リロード。出てこい、おら。おい。よし。いける？おい、はしごだ。よし、オッケー。あっち、いられない。おい。いった。いった、お前、なんでね。おら、やんの、おら。よし、登っぞ。いらない、いらない。置いてけ。よし、これで出たと思ったら敵が待ち構えてんだろうな。多分いっぱいいるぞ、これ。出たら、どっちだ？わ、あっちかよ。危ない、危ない。違う、そっちじゃない、そっちじゃない。バカ、バカタレ。バカタレモンチッチ。違うって、違うって、そっちじゃねえって。わかってるよ。あぶねえ。よし。当たってる？倒した？よし、行くぞ。なんか俺あんまり何もしてないような気がするけど、気のせいだよね。よし、こんなとこ来たっけ。ここはどこなんだ。ノースアトウッド駅だ、急げ。あ、知らないよここ。よし、出ておいで。早打ち勝負しようぜ。よし。
ちょっと待って待って、いるいる。ちょっと待って待って、やばい、痛い、ほら、よし、もらっとくぜ。いける？大丈夫か？おー、いった。なんだてめえ、撃ち殺すぞてめえ。多分殴ったぐらいじゃ死なないよね。死んでないよね。聞こえるか？何が？ロースアートウッド駅から通りに出る。説明してる暇はない。よし、おい、出てこようなタウン、ぶち抜いてやるよ。よし、おい、これこっち行けんの？こっち行っていい、行くぞ。多分あいつら構っても仕方ないでしょ。あれ？しょ、なんでか？これじゃ走るすだ。マジかよ。ちょっと待って。よし、オッケー。鍵を打つのはお前か、俺か。どっちでもいい、早くやれ。なんだ今日って一発も当たんなかったよ。よし、行けた。急いで。分かってる。なんだけこいつは命を惜しまないの。そいつが俺にもやってくれ、あいつを捕まえてやるって言いやがった。乾杯。うん、仕事によくやった。ええ、お前も一緒にこっちで飲もうぜ。ああ地図が証拠だ。ドレイクは東インドで6ヶ月フラフラしてない。すぐにアラビアへ向かった。なるほど。ここからが面白い。これを見ろ、ジョン・ディのサインだ。ジョン・ディって？ジョン・ディはエリザベス女王の側近でアドバイザーだ。みんなが知ってる。ああそうだ、偉大な数学者で航海士だった。時代の先を言ってた。暗号装置は彼の発明家。オカルトにはまっててマジで気持ち悪い、怪しいやつだったらしい。彼は女王への手紙には常にこのサインをしてた。女王の目として007の走りだ。見ろ、007。おい、ちょっと黙っててくれないか。つまりジョン・ディがドレイクたちをアラビアへ送った。ああ多分な、ディと女王。あとウォルシンガンが。で目的は？まあそう、やっぱりそこが気になるだろ。ここでロレンスの登場だ。彼はアラビアのロレンスになる前は、いい映画だ、考古学者だった。まだ子供の頃から歴史が大好きで、騎士や十字軍の話に入れ込んでた。旅をしては十字軍に関係のある場所を記録した。全部ここにある。待て、何が何だか訳がわからん。それがドレクと何の関係が？今説明する。戦争の後ロレンスは今度アラビアに戻るとしたら砂漠のアトランティスを探すためだけだと言った。伝説の都市は出てくるたびに名前がコロコロ変わる。ウバール、イラーム・オブ・ザ・ピラーズ、神中の都。でも内容はいつも同じだ。都市には富があふれ、高慢さゆえ神に滅ぼされた。ルブアルハリ砂漠に飲み込まれ永遠に眠ることとなった。それがここだ。まあ富が溢れって部分は魅力的だな。ジョーとディはそのためにドレイクを送ったのか。その通り。そして今ではマーローも追ってる。でも待って、ドレイクが女王の命令で都市を探しに行ったならなぜ隠したりするわけ？見つけたものを隠すために苦労したみたいじゃない。女王陛下にまで隠した。わからない。おっと、ごめん、今なんて言った？ねえ、ちょっと待ってよ。思い出してほしいんだけど、失われた都市を求めて前回地球の裏側に行った時はかなり危険だったわ。ああ、でも今回はかなり有利だ。おい見ろ、ドレイクの手がかりは全体の半分、ロレンスの手がかりも半分。俺たちは全部持ってる。
マーローはゼロだ。ちゃこっと言うと、ルブアルハリ砂漠は端から端まで1000キロもある。遊牧民と出くわすかもしれない。都市の場所が分かっても分かってないわけだが、探してる間に死んじゃう。ちょっと待て、この印を見てくれ。ん？シバゴみたいだな。シバゴの文字だ。そうだ、十字軍はこの古代都市を探してた。今から1000年前に。でもロレンスが記録した場所の中でこの印がついているのは2箇所だけ。一つはシリア、もう一つはフランスだ。ああ、いや、二人はシリア、俺たちはフランス。手がかりを頼りにロレンスが言う都市の位置を絶対見つける。で、どうする？地獄みたいな1000キロの砂漠をどうやって旅する？ああ、都市は砂漠の真ん中だ。実際には500キロぐらいだろ。あら、わからないよ。なんとかするしかない。とにかく出たとこ勝負ってわけね。その通り。どう思う？何でも来いだ。やってやろうぜ。なんか裏切りそうな気がするんだよな、あいつ。マジ耐えられねえ。そうか、慣れちまえばパラダイス。フランスにもこんなとこあるんだ。おいおい、あるか。何も言うな。ここからは歩いていくしかないな。ネイド、やっぱこの格好が似合うね。なんだ。大の大人が二人フランスのジャングルに迷い込んじまった。とにかく方向はこれで合ってそうだ。シャトーはこっちのはずだ。遠くはない。行こう。あ、遠くないだって。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょう。お前の言う遠くないはどのくらいか見当がつかない。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。ベルの話なら俺だって言い分がある。まだあの時のことを根に持ってんのか。あの時は